ディートリヒフォン・コルティッツは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍不評大将。第二次世界大戦中の1944年に、パリ軍事総督を務め、連合国側による解放を実現した。上、シレジア地方のビーゼ・グレーフリヒに生まれる。1906年に、ドレスデン幼年学校に入学し、1914年3月に、 士官候補生として、ザクセン第8をゲオルク王子第107、不評連隊に配属された。同年勃発した第一次世界大戦中は、西部戦線で従軍。1914年9月に勝位に昇進。戦後のバイマル共和国軍に残り、1924年11月に、中位に昇進。1929年4月に、 騎兵隊員に昇進し、騎兵大隊長を務める。1935年8月に少佐に昇進し、1937年2月に空輸不評連隊第3大隊長に任命された。1938年4月、中佐に昇進。第二次世界大戦が勃発すると、1940年のオランダの戦いでコルティッツの大隊は、 ロッテルダムに架かる橋の空挺強襲による脱出作戦に投入された。この選考により、同年5月に騎士鉄十字章を受章。同年9月、空輸不評連隊長に就任。1941年に大佐に昇進。同年始まった独祖戦にも従軍し、1942年6月のセバストポリ攻略戦に参加した。 同年少々に昇進し、翌年中将に昇進。第11装甲師団、ついで1942年8月から10月まで、バルターハーム中将の代理として、第260不評師団司令官を務めた。その後も様々な軍団や装甲軍団の司令官、代理、司令官を歴任し、1944年3月に、イタリア戦線、6月に、 フランスに転属となった。1944年8月、コルティッツはアドルフ・ヒトラーにより、不評大将に昇進し、大パリ都市圏軍事総督に任命された。8月9日にパリに着任した。その後16日間、コルティッツはヒトラーによるパリシシシュ命令、あるいは破壊命令を無視し続けることになった。 1944年8月23日付相当、司令には、パリは敵主に渡ってはならず、さもなくば、廃墟となるべきであるとある。コルティッツは敵であるレジスタンス運動や、中立国である、スウェーデン総領事のラウルノルドリンクとの交渉、また、ドイツ軍による、自行動や脅迫を取り混ぜることによって、パリ市内での市民放棄を抑え込み、大規模な市外戦や、 都市破壊を避けることに成功した。8月25日午後3時前、コルティッツは、フィリップル・クレール将軍の代理である、パリシナイレジスタンスの指導者、アンリ・ロルタンギー大佐に降伏した。結局、ヒトラーの破壊命令を無視し続けることになり、後年、コルティッツは、パリを救った人物と呼ばれるようになった。ただし最近の研究では、コルティッツは、 破壊命令を実行するだけの兵器を持っていなかったとも、自分を降伏後に戦争犯罪人として扱うなら、破壊命令を実行するトレン号国側に警告して、保身を図っていた、ともされている。コルティッツは、自身の司令部の防衛体制は固めており、降伏文書に調印したのも、捕虜となった後のことであった。トレントパーク捕虜収容所に収容されたコルティッツ。 ヘルマン・ベルンハルト・ラムケラドイツ軍の将軍たち、降伏後はイギリスのトレント・パーク捕虜収容所に収容された。そこで取り調べが行われたが、コルティ・ッツはレジスタンスとの秘密裏の接触を明らかに、すると同時に、1941年から1942年にかけてソビエト連邦で犯した戦争犯罪についても供述している。 1944年8月29日付長書によれば、最も困難な任務は、ユダヤ人の殲滅だった。私はこの任務を最後までやり遂げたと述べている。ただしこの供述について、コルティッツの息子ティモは、ロンドン国立公文書館での資料調査の結果、この長書の信憑性に疑問を呈している。現在は、 教術調書の写しのみが残されており、教術を録音したレコードは行方不明になっている。1947年4月、コルティッツは釈放された。その死去まで、バーデンバーデン近郊のリヒエンタールに住み、1966年に長年患っていた廃棄種のため死去した。バーデンバーデン私立墓地で行われたその葬儀には、ドイツ連邦軍と、 フランス軍の将校が参列した。ブリティッシュ・ゲファンジェン・シャフト、ダス・ポスト・ホーム・ゲシテントニス・デア・ナチ、ジェネラレ・マイナス。スピーグル・オンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www. s p i e g e l d e スラッシュパノラマスラッシュ0、1518、392732、00、html 2016年2月7日閲覧。ありがとうございます。